moment is ours. Wit, humor, human warmth and affection. Everything that makes life fun. We put these smiles into 15 minutes of making sense. So relax with your hosts, Mitani Koki and Shimizu Michiko. Docomo Making Sense. This program is brought to you by Docomo. A brand new topic. Docomo Making Sense.皆さん、こんばんは。清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。うわ、早い。今月からもう12月ですよ。今年は、もう言いたくないけど、早かったね。本当にね、あれなんですって、人間が10代が一番長く感じるんだって、うん、で、20代から、あれ早いな、早いなっていうふうになって、どんどんその早いと感じるのは、1日の早さ、うん、1ヶ月の早さ、うん、加速していくから、うん、もう本当に早いな、早いなっていう人に限って年寄りですからね。そうか。でも今年はみんな早かったと思うよ。秋がなかったからね。何それ、季節感で言ってるわけ、気温で言ってるわけですか。夏から急に冬になったじゃないですか。今日も早かったね。確かに長い8月があって突然11月になったイメージなんですよ。あ、本当だ。 10月がちょっと、ね、9月10月なかった気がする。考えてた。本当だ。印象に薄いです ね、うん、面白かったね。今年も面白くはないですよ。だから異常気象ですからね。どうなっていくんですか。全然ニュースキャスターとしてもダメじゃないですか。面白かったねじゃないよ。型破りニュースキャスターですいや、当たらなくて何が悪いんだよ。うわ、見たいかも。だいたい気象予報士って、うん、そういえばへりくだりすぎだよね。そうですね。それはどうした。昨日卵の殻をちょっと食べただけでも憂鬱になるって話をしたじゃないですか。うん、ドブルになる。僕な、あれもね、腹が立つんですよ。まあ、自分がいけないんですけど、うん、ミックスナッツがあるじゃないですか。うんうんうん。あの中にピスタチオが入る。うん、殻。そう。あれ、食べちゃうじゃん。食べないですけど。もうあの辛さ、ピスタチオ殻ごと食べた時の。あれはだから舌をつまむようになるよね、きっと。痛い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 って。噛むともうない。ピスタチオが、舌をなんか、向こうが噛んできたみたいな感じ。そうですね、あれ。一匹の鳥を食べるようなもんね。ミックスナッツってだって大きな缶があるじゃないですか。うん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 、あれってこう手に乗せてこう手に出してポッて5、6粒いっぺんに口に入れた時にピスタチオが入ってると本当に嫌なんですよ。一個一個食べるさ。そしてこの軽さ、ジャイアントコーンだ。ポイポイってどうです。食べないジャイアントコーン、あれ外れた感じしない。ちょっと大味なね気がしますよね、うん、あれ当たりはナッツかって思うんですよね。当たりはあれですよ、ね、カシューナッツかな。あ、私ピスタチオが一番好きですけどね。ピスタチオですか、ね、うん、アーモンド、次がどうでもいい話ですね。まあ、本当どうでもいい。よくこんなどうでもいい話をしてるもんだと思いますね。あれも嫌なんですよ。もうこれでいきますよ。今日はずっと口の異物感の話で、はい、オリーブが、うん、種なしと種なし、そうそうそう、あれも本当に腹立つんだよな。だからあれは私一回懲りてるので注意をして食べますけどね、殻、うん、かどうか。あと口に入れた時の重みで分かりますね。ああ、もうそこまで年を重ねるとそんな感じ。年を重ねるじゃないです、美食家だからです。あれは何なんですか。オリーブの中になんかゼリーみたいなのが入ってるやつ、赤い。あ、赤いの入ってるね。あれ、なんか ピーマンっていうかピメントみたいな、ね、誰かが入れてるの。絶対そうだと思いますよ。何なんですか、あれ。あんな、なんですか、そんな私は立ってしまったし。あれは見た目も美味しいし、ピーマンとちょっと合うじゃないですか、うん、でも統一してほしいです、本当にね、どれか一つに、うん、うんうんうん。オリーブ好きなんですけども、それが嫌なんです。種ありかなしかを確認しながら食べるのは。私はね、それよりも卵焼き頼むとさ、うん、大根おろしついてくるんじゃん。きますね。全然合わなくない。いつも思うんだけど、あっ、ほんでさ、弱者の喧嘩が口の中に始まるのね。弱い者同士が。そう、どっちでもいいんだよ、こっちはよ。あれはなんでですか。なんですかね、なんでさっぱりさせたいって思うのかな。そうだよね。私はさっぱりさせたくないから卵焼きを頼んだのよ、うん、ご主人って思っちゃうんだけど、うん、そこはやっぱりあっさりとってこう必ず
大根おろしついてくる。そっか、お魚、サンマの塩焼きとかについてくるのは、あれは嬉しいね。あれは嬉しいですよね。うんうん、あれは確かにもう多めにいただけたらっていうところあるけど、むしろ大根おろしにサンマをつけて食べるぐらいの、ね、うんうんうん、感じでいいですよね。そうですね。卵焼きは何なんだろう。卵焼きは本当に、ね、なんかあれじゃないですか、しかもね、分量おかしいんですよ。足りないんだよね。足らないよ。最初だけじゃないか、勢いあんのは。あれ食べちゃいけないもんなんじゃないですか、パセリ、パセリみたいな。そんなわけないでしょ。塩盛る、塩盛るみたいな。大根として大変なんですよ、手間がかかって。本当に大根なのかな。あ、まあ、そっから疑うんだ。新しいな。前庄司貞夫さんはさ、マグロとトロロ芋、ええ、あ、山芋、はい、あれをよく一緒に山かけ、うん、みたいな、一緒にされるけど、うん、口の中で喧嘩が始まる、うん、ってなこと書かれてたんだけど、うん、私はそんなに悪くはないんですけどね、あれはありなんですけど、うん、それ言っちゃうと、そうですね、そもそもお寿司がどうなんですか。合うんじゃないですか。本当かな、お米と生魚って合うのかな。私の 和法をさ、パクるけどチョイスがさ、みんな当然と思って食べてるけど、よく考えてみてください。おいしいじゃん、めちゃくちゃ。本当ですか。ちょっとお米の量が多すぎないか。私、お米を多くしてくださいって言いたいぐらいにシャリが好きな人なので。本当ですか。本当、魚いらないです。うん、シャリだけくれっつって、はい、シャリ握ってかっこいいじゃないですか。そんな人いるのかな。いるのかな。この間うちの夫と一緒に蕎麦屋さんに行った時に、久しぶりにあれを頼んでみたんですよ、ね、抜きってやつ。何も入ってないやつだ、うん、あとおつゆだけのやつ。本当は、天ぷらだけが あって、お蕎麦もない、うん、天ぷら、おつゆはあったかい、おつゆが入ってて、うんうん、そこに天ぷらが浮いてるの、うん、なんじゃこらっていう、うん、白物じゃないですか、うん、でそこのお店は鴨なんの抜きがあったから、うん、だから鴨だけが浮いてるんですよね、うん、それを所望しました。かっこいい、なんか本当のツーって感じしますよね、うん、でも本当に言うとものすごく寒い日で、うん、あったかいスープをすごく欲しかった。だけど食べたいのは冷たい。そうだから、つゆっていうタイトルで、うん、メニューにないですかね。500円、うんうん、スープ付きみたいな感じでね。そうですね、うん、スープ付きだとほらちょっと軟弱な感じじゃん、これダメだ、そば屋だなって感じがする。だからつゆかけ抜き、抜きザルの抜きグレーとかって言ってみたいですね。ツーですな。わさびとザルだけですね。ザルは一応持ってくるのからだけど、せっかくだから先に食べたら目で楽しみたい。日本人ならありそうだもんね。なんか本当わびです、わびですよ、本当文字通りね、いいかもしれない。わびしいな、わびなのかな。いや